はい、フリーライターの今印象です。はい、石井久仁子です。はい、女優さんです。はい、服部良純です今日はですね、レジェンド俳優お二人にですね、ちょっと楽しい話を聞きたいと思って、ね、ご自宅の方にあの訪ねさせていただきました。いらっしゃいました。はい、まあ僕にとっての思い出を先に語ると、もう石井久仁子さんといえば僕にとってはね、初恋地獄編っていう映画なんですよ。で、その映画にあの頃はもう19歳、うん、いきなりだって登場シーンが全裸ですもんね。はい、はい、とで、あれも僕はショッキングな映画だったけど、見てない方は YouTube で今見れるはずなので、有料ですけど当たり前で、うんうん、羽生進監督、うん、一応脚本寺山修司ってなってますけど、うん、羽生進寺山修司、うん、でも実際は寺山さんにほとんど会ってないぐらいだったってことですか。あの実際に会ってないっていうか、紙っぺらが時々届くっていう程度でしたね、うん、撮影が終わったら、なんと寺山さんから、あ、そう、あの時に来た清水を、うん、あのサイン、清水にサインをして僕にくれないかって言ったんだよねでサインはいらないでしょうってサインはせずに清水だけあげた。あげたでも。あげた。だって私が買ったもんじゃないから。そうかそうか。衣装としてあの、うん、銀座で羽生さんとカメラマンの奥村さんと私と3人で銀座の下着屋さんに行って、うん、イタリア製のものすごい高い清水、うん、黒いレースに紫色、うん、で下にも黒いレース、黒いレースがこんな幅であるわけ。わお、初恋地獄編見た方はびっくりしますよ、うん、当時にしてはちょっとアバンギャルドというか、そうそうそう、女の子にあそこまでさせるのって今から思うとね、うん、すごい映画になっちゃってるんで、そうね、16歳未満お断り、うん、ですよね。 お断りで、で、あ、私見に行ったら受付で断られてあ、ちっちゃかったからね、若く少女の幼顔だし、うん、幼顔だし、うん、それで、あ、すいません、あれ、うん、あの写真、あの写真私なんですって言ったら、うん、あの支配人を呼びに行って、うん、それで支配人さんとお話をして言えてもらった、うん、なるほど、うん、それ新宿の映画館、うん、くずいさんっていう、ね、ああ、プロデューサーの、そうそうそう、あ、なるほどね、うん、支配人だった。なるほど、会いたかっただけじゃない、ね、別に、そうなんだね、うん、で、あの服部良純さんといえば、僕にとっては僕があの東京に中野に長く住んでた時に、はい、まあ、練馬で黒テントというのがありまして、はい、まあ、通称里新さんという人がさ、あの演出やってましたけども、まあ、そこの役者さんだったっていうのが服部良純さんですね。はい、佐藤誠さん、里新さんというのはどんな人でした、ちなみに。あ、僕はあのもう高校生の頃からずっと一緒に遊んだり仕事したり、ジャズ聴いたりしてたんで、うん、よくわからないんですけど、でも他にほら斎藤蓮とか、うん、串田とかもう一癖二癖ある人間たちと一緒にいるから、うん、まあ常識的な人といえば常識的な人、ただなるほどね、ただ芝居作り出すと、うん、ちょっとこいつ、うん、行っちゃってるなっていう人ですよね、なっていう感じまあなんていうか、その演劇へのこのステップのこののめり込み方というのはやっぱりちょっと、うんうん、まあサイレンも櫛田も松尾っていうぐらいのめり込んでた、うんうん、そうなんです。ちょっとね、演劇を知らない人に言わせると、あの僕がですね、あの演劇第三世代って言われてる80年代の半ば以降の演劇、小演劇ブームにやっと上京して食いついたっていうことなんで、その前にまあ、あの唐十郎さんがいたりで赤テントって言われてたんで、その後に黒テントが出たりとか、唐十郎さんとほぼ同時期は寺山修司の天井さじきっていうのがあったりしたんだけど、僕高校生だったんで間に合わなかった口なんですよ。高校3年の時に寺山修司が亡くなったっていう感じなんで、だからその2年後に上京する感じなので、うん、だから全然間に合わなかった感があるんですね。なるほど、うん、でただしちょっと寺山修司関連はすごく本も古本で集めてたようなものだったので、うんうんうん、あの関連する人は生きてらっしゃるから、うんうん、いろんな人に会いに行ってました。九条京子さんとかにイベントに出てもらったりとかしてましたよ、うんうん、で、あとまあなんだろう、家出して寺山修司の劇団に入ったって人、うんうん、一通り取材に行って、うんうん、ハイエイトのカメラが安く売り出された頃からちょっとそういう人を、ね、うん、映像に撮ったりしてました。うん、
まあ、いずれにしても80年代に至るまで逆に言うと演劇というのはものすごく熱くて、で、うん、80年代の、あの後半からは小演劇ブームというのが来て、そのあたりから60年代の映像や演劇に対するある種の再評価ブームも同時に来てたんですよね、だから寺山っていうのがやっぱ当時、まあ、第二次再評価ブームって感じかな、だったんだけれど、でその特集上映で初恋地獄編もあれば、あの佐藤慎さんのテント公演っていうのも演劇の雑誌見ると必ず載ってるみたいな感じだったんだけれども、当時はまだからもう今からだとそう何年前、もう40年以上前になるんだけど、そうね、40年かもしれないね、だからその時から比べると演劇シーンっていうのもかなり変わってしまったなっていうのがある、まあ、一つは商業化してしまった部分もすごく大きいし、その中で何をその演劇として残していくか問題っていうのは実は結構大きくあったなって気がするんです。っていうのはね、最近ね、あの第3舞台サードステージは、朝日のように夕日を連れて2024とかやってて、ちょっと腰抜けそうになったんですよ僕。それって処女作じゃん、あの鴻上尚史さんの、それ今のバージョンやるのみたいなね、何バージョンもあるんですよ、朝日のような夕日を連れて、だからそうじゃなくて今に響く今のことをやらないと、なんかノスタルジーに終わっちゃって、あんまり刺激的な感じがしない、だから僕なんかはもう見たいなとは思わない、でも若い子は見に行くのかもしれないけどね、知らないからですよ、80年代を。そうだね、って考えると今の演劇シーン見てて邦子さんとかどう思います？面白いって思う？面白くないやっぱり率直に、面白くないから、結局みんなとは芝居ができない。ああいやその作品はいやちょっと今更みたいな、なんでやるのみたいなのがあるじゃない、なんでやるんだろう、でじゃないとさ、じゃなかったらまだね古い演出家だったりするとさ、なんかちょっと言い寄ってくるっていう人もいるから、なるほどね、古い演出家はさ、ちょっとごめんなさい、近づかないでってなっちゃうからお断りするっていうことになるじゃない、そうね、健康的にやりたい。僕もね、80年代の後半だったら、例えば緑真子さんが石橋蓮司さんと一緒に、あれはなんだっけ、第7病棟の芝居を唐十郎さんの脚本でやるのは、これはノスタルジーじゃないよねって思ったわけ、これは唐十郎さんの本を、まあ、あの蓮司さんや、あの緑真子さんが、まあ、特に緑真子さんのカリスマ性っていうのはすごかったから、だからこれはある種の再構成であり、80年代の人間にも新鮮味を持って迎え入れられる だけの、まあ、力があったよねって思うけど、じゃあ同じことを今唐さんがお亡くなりになったとね、今ね、じゃあ同じことやったらそれ面白いのかって話じゃないですか、で唐さんの芝居も出てるんですもんね、石井さんはね、あの少女画面出てるんですもんね、あれも初期ですよね、かなり、そう赤テントの一番最後のみたいね、でそれはおそらく寺山修司が書いた本の焼き直し、それを見て唐さんが当て書きしたんじゃないかっていう、星の王子様を見て、それで書いたんじゃないかなと思って、だからすごいセリフはね覚えようと思わなくてもそらそら入ってくんの、似てるからね、実際ね、それで、こう意味付けして芝居を作っていこうとすると、唐さんが邦子ちゃんそれ黒テントの芝居だから何もしない方がいいよ、何もしない方が素敵だよとかって言われて、全部やめてただセリフを言ってるだけみたいなね、だから存在感でモテたぐらい、なんて言うんだろう、まあ唐さんは小細工嫌いなんですよね、嫌いなの、ね、それ明日はね、邦子ちゃん明日はねこれから始めよう、これですね、これね、はい分かりました、じゃあこれで登場っつって、これで登場するわけよ、って階段降りるわけよ、どうやったら解けるかなと思ったら階段から落っこっちゃったら、うわっガタガタガタそれでバタッと立ったわけ、あこれできちゃった整列したのよね、もうその瞬間ね、で唐さんはそれを面白いと思ってくれるから、それを失敗だと思わないわけだよね、思わない、だからそれでもうシーンができちゃう、だから毎日毎日ねすごい
できちゃうのよ、うん、早かったわね、できんの。好きだったんだよね、唐十郎さんは。実は邦子さんのことを、まあね、役者としてね、少なくともね、あの、まあ、少女だったしね、うん、実際美少女だったし、うんうん、美はどうかいや、だからレトロボあのなんていうかな的な意味でも、うん、あの初恋地獄編から、うんうん、まあ、唐十郎さんの芝居に至る一通りの流れっていうのは、うん、その時代空気もあるからね、うん、あの知らない人は見た方がいいです。まず見ましょう。見たらえ、初演技であれなのすごいねと思うよね、きっとね。そうね、今から思うと天才的に見えちゃうよね、うん、あ、もう天才とは言わない、うん、自分の演技だから言いにくいだろうけど、でも言われた、うん、宇野さんにも言われたし、うん、他の人からも、うん、それで10年ぐらい前に羽生さんが初めて見たんだって、うんうん、へえ。羽生さんは作った作品を見ないんだって。ラッシュも、ラッシュ、あ、ラッシュは見ても出来上がったものを見ない、公開版は見ないってこと、見ないんだって。そうしたら、うん、それを見たら邦子ちゃんってうまいねって今分かったんか、あんたがさせたんでしょって言いたくないよねそれでやっぱりセリフはアドリブもだいぶ入ってるからね、うんうん、だからあの、うん、寺山さんが書いてくるじゃない、紙っぺらに、うんうん、でセリフはだらだら書いてあるのよ、あ、これつまんないから今日はこれやめようっていう日もあれば、うん、あ、邦子ちゃんこれ5枚書いてってコピー機がないから、うん、あ、当時ね、うん、5枚書いてって明かりの人、音響の人、うん、監督、助監、助監、うん、カメラマンで5枚コピーして、うん、コピーして渡して、それでコピーしても自分で書いて、ね、自分で書いて、私が書くのよ羽生さん何もやらないから私が書くんだけど、うん、なんで私がやったんだろう、主演女優なのに。だからもう完全に当て書きなのよね、うん、それで、うん、それでね、最初のじゃあ2行だけ行ってみようかっつって2行行くでしょ、うん、止まっちゃったりするわけよね、うん、出てこない、うん、じゃあこの初恋かっていうので、うん、初恋っていつしたっていうところから始めて、インタビューみたいな、セリフ、セリフ、あ、セリフだね、あ、ベッドシーンで、ね、あ、初恋っていつした、ベッドに座ってね、ベッドに座ってじゃない、寝転んで、あ、寝転んでか、あ、そうかそうか、仰向け、仰向けになってるんだね、うん、あ、分かった分かった、うん、初恋っていつしたって私が聞くわけ、うん、そうすると彼が初恋か、止まっちゃったのよ、止まっちゃったね、それでカットってなってさ、それで思い出のシーンに、なるほど、それ振りのセリフはあらかじめあるわけ、あらかじめあったらしいんだけど止まっちゃったのよ、ああなるほど、それ、うんうん、だからアドリブなわけ、うん、全部が、ああなるほど、だから生々っぽいんね、うん、生っぽい、だから自分が思ったことを言ってるわけだから、だから僕見て初めて見た時こういう子がいるんだっていうふうにやっぱりスッと入ってきちゃうのは生のセリフだからだよね、そうそう、だから半分は私が作ったと思ってた、なるほどね、だから私だからできたんだろうみたいなところもあるわけ、あ、そうだろうね、男の子の方がやっぱり言葉を生み出すの難しいと思う、うん、ああいうシチュエーションだったら余計に、であの子ちょっと疎い子だったしね、ああなるほど、演技じゃなくて本当に疎い子ね、本当に疎い子ね、なるほどね、大丈夫大丈夫っていう感じだったから、この子本当にお家に帰れるのかしらとかさ、そういう心配をすごくさせる子で、なるほど、それで、なるほど、羽生さんも分かりやすい監督でさ、うん、今日はこの子がメインだぞと思うとその人ばっかりを構うわけ、ああなるほどね、高橋君、高橋の子だよ、あれよって言った、あ、今日は私は必要ないんだなと思うわけ、なるほどね。うん、だから、まあ、私まあだからそう分かりやすい感じだったっていう、ね、うん、そうね、だからね、寺山さんはなんかね、うん、いつもサンダル履いて大きくってボソボソ言って怖くって、うん、それで星野さんの稽古場も暗くって怖くって、それでギャラの交渉をしたんですよ、うんうん、お店長さじきのその男の人にね、うん、そしたらお前何言ってんだ、うん、お前が初恋地獄編に出れたのは寺山修司のおかげだぞ、オーディションの時にいなかったんだけどなって思いながらはいって、お前らで、え、お前らで、そう、農家結果、うん、お前生意気だとか言う、はい、わかりました、まあ男社会、今でもそうだけど、うんうん、男社会なのよね、映画界の、映画界なんか特に、それでほら
店長組織に出るっていう時に私が客演で出たから、うん、それはみんな、うん、やっぱり主役やりたい子はいっぱいいるのにどうしたの連れてきたっていうのあるわけじゃないですか、うん、なるほど、めんどくさいね、うん、それで、みんな家出少女、うん、そうね、そう、店長組織の劇団は ね、それで、寺山天皇なわけじゃない、うん、そうです、そうです、で私にとっては寺山、しょうがないな、最初断ったんだから、うん、スター ATG の社長が1本ぐらい出てあげなさいって言って、しょうがない1本だけねって言って出てるわけだから、うん、こっちとしては寺山が何なのよっていうね、うん、しかも別に1本で終わったわけじゃなくてですね、助手誘いとかも出られてますよね、あれ寺山関係ないじゃん、いやいや、だからそれはもうグリコさんの、うん、そうそう、だからもうそこからのキャリアで終わったわけじゃなくて、うんうん、むしろそこからの方が面白く、いろんな監督ね、石井輝監督とかいろいろ出てますもんね、うんうんうん、出てるけど、うん、でも映画に出たくって映画に出たわけじゃないから、そうなんだよね、これまたね、まあ、この深い話はちょっとねもうものすごい何時間もかかっちゃう話なのでちょっとまた別の機会にって感じだけれども、うん、石井家自体も面白いんだけども、うん、その話はちょっとまたいずれと、でね、で、すごくだから長いじゃないですか結婚生活自体もね、うんうん、で吉嗣さんとの出会いとかっていうのも全然聞いてないので、その辺ちょっと聞いてもいいですか。ああ、よく聞いてくれました。ああ、はい、もう随分昔の話なんですよ、はい、いやいや、何恥ずかしかったの僕はね、まだね、小学校のね、2年生、3年生にも行ってないかな、うんうん、あなた幼稚園、私小学生よ。あ、小学生か、うん、じゃあそうするとだって吉祥寺だから電車乗ってたんでしょ。あ、そうか、じゃあ俺もう4年生ぐらいになってたから、私は2年生だった。そうだ、4年生にはなってるな、なって5年生とかじゃないかな、うんうん、で、電車の中だったんですよ。うん、え、電車通学、うん、電車通学、うん、2人とも小学生で、そう、私も、はい、そうだね、阿佐ヶ谷から吉祥寺に通ってた、うん、明星学園、僕は新宿から吉祥寺、うん、整形、うん、どっちもなんかいいとこのお坊ちゃんお嬢ちゃんじゃないですか、ごめんなさい別に謝らなくていいですけどまあそういうちょっとね、うん、ハイソサイティな、うん、それでね、うん、割とね時々見かけてたのかもしれないね、うん、でなんかね、あの可愛い子がいるからね、うん、あのちょっとこうちょっかい出したくなって、うん、でこう扉があるでしょ、うんね、両開きに、両開きに開くで取る、うん、で両開きじゃないのよ当時は、当時は片開きか、うん、まあ、そんな昔ですよ、クリコこっちで僕がこっちだとすると、うん、扉がキュッと開くとさ、ほら扉、あの手が時々キュッとこう子供が吸い込まれちゃうことね。で、それをこう分かっててこうやって、それをするときにうっととかって、うん、スッとこうギリギリまで監視を引きたかったわけね。そうそうそう、それね。ホームに止まるとこのぐらいで持って扉が開くっていう寸前でもってヒュッとこうあるし、でまた子供やって扉が閉まってまた次の駅あたりまで来るとなんか何気なくこうちょっとわかんない。うんうんうん、ちょっと近くまでやって、ね、眼差しがこっちに来るのが嬉しいわけよね、その頃の男の子は。それでまたものすごい怖がりやん、この子は。あ、臆病だったの、ね、うんうん、じゃあ、ね、そう、入っちゃったことがあるのよ。ああ、手がね、巻き込まれちゃったことが怖いから、ね、痛かった経験があるから、うんうん、だからそんなことしたら危ないじゃないのよっていう顔してずっと見てるよ。ああ、なるほど、ちょっとキッとしてたのね、うん、そうそうそう、それで、そのことはさ、それで終わってるのよ、ね、うん、小学生の思い出ね、うん、いい思い出ですよ、うん、それでさ、結婚してしばらくしてからさ、しばらくしてじゃないよ、ここに引っ越してきてからのだからこの10年ぐらい前のことなのよ、うん、ある日突然、うん、ね、あの電車の中にいたさ、変な男の子ってあなたなの？あ、やっぱりあの子あなたかって、何このジムナイル小説のような展開何この、いい年になってからのこの年になって初めて気が付くわけだ。ああ、なるほど、ね、あんな女の子は世の中見渡してもそんなにいないなと、ひょっとしたらちょっと恥ずかしいよねちょっと言われて隣で言われると、そうでさ、うん、あの整形はさ、うん、制服を着てるわけじゃない。あ、そっか、うん、だから整形の制服を着てて、うん、あんな男の子いないよなって。何この相思相愛ぶり、うん、だからなんとなくね、ないでもない、次にやったのから68年ぐらいの演劇センターに乗って、うん、だもう大人になってる、もう大人になってる時だよね。だからなんとなく、あのなんか
ちょっとこう頭の片隅が変な感じになるわけだよ。わ、うん、かりますよけど、うん、そうね。だけど一切この人には声かけなかったけどね。だからそれが狙いだったんだって。だからそれまで私にほらね、カラさんだろうがさ、なんだろうがこう、ね、有名な演出家が声かけてくるからね、声かけてくるし、うん、なんか打ち上げの代わりに車一緒に乗っていかないとかさ、うん、ね、じゃあほとんどアイドルだもん ね、その演劇界では。そう演劇っていうか、うん、テレビもそういうの出たし、うん、裸にもなってるから、うん、そんなことは平気でやるだろうぐらいのことで思われちゃうから ね、うん、ベッド行かないみたいなこともあるし、うんうんうん、昔の方がセクハラひどいもんね。ひどい。だからさ、そこで無視する、ね、僕はそういうこと全然やりませんが、無視するな、うん、すれ違っても、うん、挨拶もしない、興味がないっていうね、素振りね。だからなんだろう、うん、こいつ、うん、反対に、うん、逆にあの印象付けられるってことで。でもその時のやっぱりあのこれと同じなんだよね、うん、ドアこの方が目立つだろうみたいな。まあね、うん、で、結婚された何歳の頃ですか、吉嗣さんが。結婚したのはね、席入れたの30。あ、そんなに34歳。あ、そうなんだ、うん、じゃあもう10年以上何気に付き合うみたいな感じだったんですか、その、彼女。そう、だから全然付き合ってないし。そうなんだ、うんうん、だってその間に私結婚してるし、他の。あ、そうか、うん、そう面白いね、人生って、うん、すぐに結びつくわけじゃないんだね。そう、10年近く経ってから初めて共演したことがあるの、うん、芝居で。それは30代になってから。そうだね、あれ30代になってからだろうね、うんうん、私は20代だけど、うん、で一緒に旅なんか行ったりなんかしてたことがあった、うん、なるほどね。それで少しずつ距離が近づいたりなんかしてた。あ、でもあの清い関係がずっと、うんうん、続いてたわけ。大人の30代だったら結構もう20代でいろいろね、うん、まあ、生臭いことは終わってるから、そうそうそう、30代だと普通にデートするのも楽しいじゃないですか、うん、それでだからずっと友達っていう感じ、ね、うん、芝居仲間っていう感じだよね、うん、そうそうそう、なるほど。それはすごく長かった。うん、だから今でも友達なんだろうね。関係が熟してきたから、まあ結婚入籍するかみたいな感じなんですかね。いいですね、そういうノリなんですかね。そうだった。若い頃だと結婚してくださいみたいなさ、なんかそういう先走ったノリもあるじゃないですか。そんな感じはないね。ないですよね、30代に入ってきてね。全然なかった。お互いに気心知れてるけど、そろそろ席出てみるみたいなノリなんですよね、きっとね。初恋の人が結婚したからじゃないの。ああ、まあそういうことだね。吉嗣さんの初恋の人がもう自分には関係ない人になったからっていうのも大きいと。そう。なるほど、面白い。その人はもう、いや直接は関係ないよ、うん、まあそのそれであのやれ別れたり離れたりみたいなことがそれは、うん、しばらく数年あったんだよね、うん、なるほどね、その頃ね、うん、でそれがだから決着がついてさ、うん、新聞かなんか載ってさ、うん、はーってため息ついたのを覚えてる。ああ、その時はもう意識してるからだよね。うん、そういうことで、その時すぐ言えよ。そんなの言えないじゃん。結婚するかもしれない、別れるかもしれない、微妙な時期に。そこまで付き合ってない時だから。そう、うん。そんなの突っ込んでいいやらっていう、ね、悩みますよ、これ。うん、ただやっぱり結婚されて、うん、お子さんができて、うん、もうお子さんは、まあ、海外にお住まいだけれども、うん、あのもうお子さんもアーティストじゃないですか。うん、この辺はどうなんですか。でやっぱり自分たちは役者だって、うん、演劇世界を生きてるけれども、自分の子供もアーティストになっていくっていうのは、 あいつがね、うん、いや 3歳の時かな、うん、いやちっちゃい時にゲネプロを見に来て、うん、じーっと見てて、いや子供は2人いるんだけど、うん、お兄ちゃんの方はゲネプロですって言うと舞台から降りるのよ。へー。で下の子はゲネプロですって言うと出て行こうとするの。え、自分の番じゃないのに。いや自分の番なんてないのに。ないのにね、うん、それじーっと見て、母さん斉藤さんが出てきて、僕がこういう格好して斉藤さんの後ろからこうやって出て行って、斉藤さんのセリフの後に僕がこう言ったら僕の方がウケるよね。ああ。なんちゃこいつっていう。全部本から何から見てるわけね。見てるわけ。あ、それで母さんすごいねとかさ。あ、だからお兄ちゃんは完璧に、うん、そっちの世界に行く。母さん
照明は誰がやったの？あ、聞くわけ。俯瞰で見てるんだ、うんうん、でも下の子は僕はねこういうセリフを言ったらね、演出側じゃん、もう完璧、それで受けたいっていうのがあって、それでNHK に出ちゃったのよ。あ、 NHK で主役やったことあるのよ。はあ、15分ドラマだよ、ね、お兄さんの方が下が、あ、下がね、ああなるほど。そしたら黒テントの芝居も出たのよ、うん、そしたら演出家はね、その時山本清和だったんだけど、うん、なんかあの好きなおもちゃ持ってればいいからって言ったら、うん、母さん演出家はそう言ったけどね、昭和11年にそんなおもちゃなんかないよねって言ってね、あの主役があのタバコを吸ってポイッと捨てたタバコを拾って拾って遊んでた、うん、で母さん僕の衣装にポケット作ってくれるって言って、それでその試験をポケットに大事そうにしまっ てダメだこりゃと思ったね、うん、こいつはもう舞台上がるっきゃないわ。そうね、うん、そうね、普通の生き方はできなさそうだって思ったわけね。そうね、俺は天才的だなと。それけどお父さんとしての四次さんはそういう息子を見てて、うん、どう思いました？正直。そうね、いや、こんな生意気でいいのかなっていうふうに思って、こんな、うん、いや苦労するだろうなと思った、うん、役者やったら随分苦労するだろうなと、うんうんうん、いや、そう、本当にそうなのよ。その後に、うん、だからまた東映からオファーが来てとか、うん、今村忠さんの方にもちょっと面接来てとか言われて、うん、だんだん生意気になってて、こりゃダメだぞみたいな。なるほど、うん、で、ちょうどバレエやってたから、うん、ちゃんとそっちをやった方がいいよと、うん、でそれ正解ですね、うん、やっぱり芝居よりバレエの方がね、そう今もう、うん、あの世界でもね有名なバレエダンサーになったので、うん、まあ、結果的かもしれないけど、うん、芝居よりはバレエですよね、やっぱり基礎ができてるし、うん、長いしね、バレエ歴がね。それとね、やっぱりね、うん、服部良一が邪魔だっていうのが本人にあったの。あ、そうなんだ。だからバレエやってても、うん、お母さん、あの役をもらうためにいくらお払いになったんですかって聞かれるわけだから、実力じゃないのよね、みんな評価をするの。だからブギウギとか服部良一の楽曲やると、うん、そのお金の話になりかねないし、あの、まあ言ってみれば、その、うん、なんだろう、服部の才能のご意向みたいに取られるのも尺だよね。そうそう、せっかく自分が努力してるわけだから。だから生意気な子だからこそ、うん、そう言われたくないって、うん、自分の実力をちゃんと見てほしいっていうのがあって、うん、それで自分からバレエ学校が、うん、外国でやりたいっていう、ね、で今カナダにお住まいで、もう結婚されて、まあ、お孫さんもいらっしゃるっていうことで、うん、結果オーライですね、まあ、そこはね、結果オーライですね、もう、まあ、なかなか遠く離れてると心配だとは思うんですけど、心配だし、それ会いたいしね、うん、それなんつったって子供っていうのは身近にいてほしいもんですけど ね、吉次さんも寂しくないですか、やっぱりカナダに孫もいるとなると。まあそうですね、でも、うん、うん、まあ息子たちには随分俺は苦労させちゃったなというふうには思ったんですね。そう考える、うん、僕ね今聞いてすごい新鮮に思うのは、うん、親として苦労させてしまったななんて、うん、うちの親はまず思わないだろうなっていう。だってこの人稼いでないもん。そういうこと、うん、そうだって全部稼いだもん。なるほどね、なるほど。私アルバイトいろんなことやったわよ。なるほどね、とはバイトできないのよ。なるほど。やると失敗するし。そうですね。でもそれ仕事はしますけど、ね。それもでも認めてるのがすごいなと思って、いや世の男たちってできないとできないことに祈るじゃないですか。祈ってる。祈ってる。なるほど。祈ってるし、だから別れようっていうことは何回も話してますよ。うん、で最終的に。それはあの離婚の紙を持ってきてサインして、うん、ハンコも押してもらった、うん、でもこれなんだ、情状酌量がいろいろあって、そう、邦子さん の、うん、広いお心の中でなんとかあの、うん、離婚が免れてきたわけですね。いや、だから外国へ行ってる息子が、うん、帰るうちは一個にしてくれって。ああ、まあ確かにね、それはそうだ。そうでしょ、うん、母さん部屋のあっちとこっちに住めばいいんだよ。
ほう、面白いこと言いますね、息子さんね。そう、あっちとこっち、端っこの部屋、端っこの部屋で一緒にならなきゃいいんだから、うん、同じ住所にしてくれと、せめて同じ家だったら面白い。そう、あ、そうか、それかけてんですよ、息子に。だから、あの、ずっとあっちの部屋とこっちの部屋で見てるわけよ。で、だからいい関係で、いい距離持ってるってこと。でもそれって、うん、あの熟年離婚を男が突きつけられないようにするための、うん、ある種のなんだろうな、準備というか、うん、そうそうそう、手段かもしれない。そうかもしれない、うん、だからそれで今はね、うん、ブギウギやっててこんなにボケとツッコミで、うんうん、あうんの呼吸でできる相手はこの人しかいないなっていうのはあるわよね、うん、そうね、まあ、うん、ブギョギに関して、ブギョギって朝ドラの、ね、NHK のブギョギだけど、あれにはなぜか吉久さんが生まれてない設定になっているのでもう歴史の、ね、捏造ですよね、あれ自体がね。もうまあただね、まあいいよ、もう NHK だから、あ、あね、まあ、しゃあねえなと。あれはドラマだからね。そう、ドラマだと思えばいいんだと、うんうん、そう、あんな平穏なうちじゃなかった。そう、もうだから私はもうドラマよりも実生活の方がドラマチックで面白かった、うん、そうね。まあ人間ね、何事もなくて平坦だとつまらない、つまらない、うん、つまらないですね。何かしらハードルが出てきてちょっと燃えるよねっていうね、うん、もう服部家の賑やかさはね、うん、もう楽しかったですね、5人兄弟でね。そう、僕さっき聞いて驚いたのが、うん、その服部良一、うん、で服部克久で高行っていう3世代のあのコンサートを企画したのが吉久さんだったっていう、あの最後にね、うん、本当にあの、あの良一さんが亡くなる3ヶ月前、うん、3ヶ月前に NHK でやったやつね、うんうんうん、だからそういうことを企画したり演出したりする人間が逆に服部家にいなくて音楽バカばかりだったっていう、そうですね、簡単に言っちゃうと、うんうんうん、本当ですよ。ああちゃんとだから両脇をしっかりイベントとして成立させるとか、そんなこと誰も考えないから、そうだね、うん、あの3世代の音楽が聴けたのは服部良嗣さんのプロデュースのおかげですよって話なのよね。うん、うんうん、ね、そう、3ヶ月前ね、うん、ね、いやまあでも生き証人ですよ、僕から言わせると。そういうね、服部家も石井家もそうだけれども、だからぜひね、長生き、元気で長生きをしてもらえればと思います。まだ長生きするわけですね、うん、はい、ちなみに今日はあのお二人のご自宅に僕がお邪魔しているので、またあの機会がありましたら、あの掘り起こしたい話もいろいろあると思うので、皆さんご期待ください、はい、というわけで皆さんまたね、また来ますよ、またね。